はい、塩です、時刻は、8時、20時を過ぎました、もう誰もいない学校です。グランドコンサート皆さんお疲れ様でした、いろいろね、集客票があったりとか、これですな、ブラコンお疲れ様でしたっていう、もうすでに後片付けの時に音符が書いたんですかね、いろいろ書いてあります。セット図です。セット図じゃないか、あの舞台の、どこに置いてあるかっていうのをね、書いてある、表ですけれども、今も誰もいません。皆さん本当頑張ったと思います。よいしょと思ったら英島先生がいた。テンション高え、みんなお疲れ。テンション高え、高いよ。ね、多分お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。本当にどうでした、江島先生は。初グラコンかな。そうですね、初グラコン、ね、どうだ、初グラコンどうだったろう。楽しかったです。楽しかったな。本当に俺も教務部長としても初、あ、2年目なのかなっていう。タイムラプス上がったよって。おということで、はい、教務室に行くと千尋先生がいました。お疲れ様でした。グランドコンサート変なテンション。もうね、疲れると変なテンション。そうね、もろもろ事情がありまして、あんまりこう寝てなかったりました。ああ、そうそうそうね、あの毎年そうなんだわ。でも、でもインフルエンザにならなくてよかった。そうですね、そう、ぶったれた時、そう、ぶったれた時もあったんですけどね。さあ、これで滞りなく、終わりまして、今日は2月7日なんで、明日お休みで2月9日から、反省会と、ブラコンの後片付けということで、あれだけあった機材を、そう、機材をですね、片付けます。片付け終わるまでがグラコンです。ありがとうございました。